イリーンを迎えしようのコーナー始まります。最強の女幹部アイリーンが実装されたところからスタートです。直近のイベントでお披露目されたように、アイリーンは現行最強の範囲火力スキルを持つ女幹部。とかく雑魚処理がきつい本作において範囲殲滅力の有無は大きな影響を与えます。継続してプレイするならぜひとも欲しい。今まで隠していましたが、私はお姉様系キャラが好きなのでね。無料チケはしっかり天井分の60枚を確保。それでは回していきましょう。オブシディアンコーポレーション取締役会監査官アイリーン・デッサンだ。本部におけるあなたの行動は全て私の耳に入る。今回も実りある商談をしようじゃないか。すり抜けずに来てくれるとは、さすが女幹部アナルが弱いぜ。彼女を引いたのなら最強のロケット発射機体マルサスも確保したいところさん。ロケットは火力が低く積載量の要求が高いので、火力補助と出力どちらもこなせる専用機が必須。こちらも天井分のチケ110枚は確保済み。ドーンと回していけや。これ運営からのワイロス。頑張ってシルビーのガチャとイベント両方でアイリーンの告知をした甲斐があったな。オブシディアンコーポ製 YOS99 マルサス、大規模戦争を想定した特別機体でオブシディアンコーポの私兵部隊に配備。並行開発されたウルバリンはピンポイント火力に特化し、両機を合わせることであらゆる局面に対応可能。最大まで育てると範囲ダメージ 48% アップ。移動ダウンのデバフまで負けるアイリーン支援機に、両肩がごつくてやや足がスリムな拓也さん体型という感じの機体ですね。では手持ちで最も強いロケット砲レベル48のメルトバードエンヒを渡しておきましょう。背中に何もつけないとこれで積載力は目いっぱい。ここにレベル3の出力ユニットをつけてあげると190の余裕が生まれるので、両肩メルトバードでもなんとか許容範囲内ですね。では少し脇道にそれて、マルサスが手に入らなかった人向けのお話。大陸ではジェネリックマルサスとしてアイリーンを乗せる機体が試案されています。それがエグザ君。エグザ君は背中に電磁砲を背負うため他機体より積載量が高めに設定されており、金ロケット紫ミサイルがギリギリ装備可能。そこに紫ランクのナックルを両腕装備。エグザ君のスキルは両腕同じ種類でダメージプラス 20%。 注目は腕武器のダメージという指定がないところ。つまり一番軽いナックルを両腕につけるとダメアップ補正が肩のロケットにも適用されるのです。 HP80% 以上でダメアップも合わせ、序盤からプラス28をキープできるのが強みというわけだ。以前ローズ少佐からエグザが引っぺがされることがあると紹介しましたが、アイリーンを乗せるためだったわけですね。続いてアイリーンのおすすめスキルをチェキ。まず最難関8章までいかないと取れない煉獄、ロケダメ 10% アップと着弾マス炎上。炎上は全部位に最大 HP12% ダメージ、敵が強いほど効果があるアイリーン主力スキル。次は十字爆撃、十字マスに 0.25 倍、中心はダメージプラス 15%。 範囲が狭いものの AP2 と取り回しがよく、育成が行き届いていない時に1ターン2回攻撃を可能とします。育成が進んだら 4AP の電撃付与に変えてもいいですし、通常の 3×3 マスの 3AP で攻撃してもいいですね。続いて管理者権限、これは AP を1使って片武器の弾薬をマックスにするスキル。1ターン2回攻撃をするとあっという間に枯渇するので、補充スキルは必ず1つ入れておきましょう。最後は耐性弱体、攻撃が命中するたびデバフを付与。1度目は K 型は回避ダウン、中型は火ダメ 10% アップ、10型は装甲マイナス3-15% が必ず付与されます。アイリーンの特性で3機を巻き込むと1度だけ AP1 回復。
これで十字爆撃は序盤から2連射が可能。完成点だらけだな。ボエピアレバ十字プラス 3×3 マスで広範囲にダブルデバフをばらまけるわけだ。こうして広範囲にダメージを与えつつ回避を下げ、防御を下げ、腕や胴体破壊の補助をするのが役目。準備万端だよ。今も機体が育ちきっていませんが、完全体になれば単体でも壊滅的ダメージを与えられることでしょう。今回はアイリーンの強みとジェネリック機体について調べてみました。いかがでしたか？最後はアイリーンのセリフを聞いてお別れ。それでは皆さん、お達者で。オブシディアンコーポレーション取締役会監査官アイリーン・デッサンだ。本部におけるあなたの行動は全て私の耳に入る。今回も実りある商談をしようじゃないか。我が社に対する好意として受け取ろう。ある意味では私も研究員だ。だがプレデターの化け物を私の作品と思わないでくれ。あれはくだらない副産物を上層部が気に入ったに過ぎない。警備部隊の指揮を取り危険集団に対処するのも私の責務だ。あなたの名前が排除リストに載らないことを祈ろう。賢明な判断だな。私にも計画がある。ああ、聞いている。時間の無駄だ。決断力に欠けるな。私のやり方でやらせていただこう。反省点だらけだな。学ぶがいい。これはあなたたちへの忠告だ。手加減は期待するな。実験室に戻るんだ。三流だな。悪くない成果だ。利益の面でもあなたの価値について検討しておくことにしよう。私も忙しいんだ。些細なことは暇な人にでも任せておくんだな。ほう、代償を払ってもらおうか。納得できないな。